こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、天使にヒーリングしてもらう方法をやりたいと思います。その前に、明日のライブのお知らせをさせていただきます。10月13日夜の7時からですね、久しぶりにライブをやらせていただきます。で、今回のライブは、10万人突破記念のライブで、ちょっと お祝いでおめでたいので、たくさんのゲスト全員集合って感じですね。全員集合のあのゲストにいっぱい出ていただいたりとか、あとはその皆さんにねプレゼントをしたいなと思ってますので、あの抽選のプレゼントと、あと皆さんがね、あの全ての方に行き届くようなプレゼントっていうものも、あのダウンロードのものでご用意してますので、それもねリアルタイムでみんなで見れるようにすごい楽しい企画を考えてますので、明日、夜の7時からですね、11月13日、の夜の7時から、ライブをやらせていただきますので、ぜひ参加してみてください。本当にいつもありがとうございます。で、今日はですね、天使にヒーリングをしてもらう方法ということをやりたいと思うんですけれども、前回出したですね、天使にお願いする方法っていうので、ものすごくあの反響いただいてまして、まあ、反響プラスお願いしたらもうね、どん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 叶ったり、すっごい楽になるっていう方がもう続出なんですね。あの下のコメント欄を見ていただくと分かるんですけれども、で、私これでですね、あ、もう本当にね、地球の次元上昇すごいんだなっていうのも確信して、これが高次元的なあの世界っていうことなんですよね。だからなんかこう天使に前お願いしてたけど、まあ意外となんかそんな叶わなかったとか、いろんなことをまあお願いしちゃいけないようなあの感じがしてた方も多いのかなと思うんですけども、むしろこう私たちがどんどんお願いするっていう、そのために天使がいるっていうことで、まあ、今までのその天使の概念っていうものをもっともっとこう塗り替えていきたいなと思うので、天使をね、あのみんなどんどん利用していくといいと思いますし、まあ、そのためにいてくれますから。で、プラスあのそのお願いしたことの叶い方のなんかこうなんだろう、確率がすごい高いというかね、ものすごくいい仕事をしてくれるんですよ。本当にすごくいい仕事してくれて、これはやっぱりその高次元的にこの地球がなってるから、天使もめちゃくちゃ動きやすいし、私たちのやっぱ願望とか意図っていうのが天使に届きやすいっていうことだと思うんですよ。これって本当素晴らしい時代だなと思いますので、どん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 天使にお願いしてみてくださいね。で、天使にお願いする方法っていうのはね、前回出してますので、あのまたちょっとコメント欄に貼っときます。あ、コメント欄じゃ概要欄に貼っときますので、ぜひ見てみてくださいね。で、今日は天使にヒーリングしてもらう方法っていうのをやりたいと思うんですけれども、あの天使にヒーリングをしてもらうっていうのは何がいいかっていうと、まあ、肉体が疲れてたりとかですね、あとはその自分自身の例えばチャクラを開いてくださいとかでもいいと思いますし、なんかスピリチュアルなことで能力を開花させてくださいとか、そういうものもこうどん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 あの天使にお願いすることによってすごく動きやすいと思うし、私たち の、その浄化とかもすごく上手にやってくれるので、まあ、そういったこともねやっていただくといいと思うんですね。あとはその寝てる間にですね、調整をしてもらうっていうのもすごくいいので、これは宇宙存在にも私もよくやってもらうんですけれども、あの天使の動きが素晴らしいので、なんで寝てる間にね、天使にあのヒーリングしてもらう方法っていうのもね、今ちょっとやりたいなと思いますので、今から、皆さんにお伝えしたいと思います。で、ヒーリングしてもらいたいところですね、どこかその自分自身が不調を感じてたりとか、今私自身ちょっと頭がねぼーっと今寝てたので頭がぼーっとしてるので、頭すっきりしてくださいとかでもいいし、何かちょっとね、体がだるいなっていう方はあの体のヒーリングしてくださいっていうのもいいと思いますので、そのようにちょっと今一緒にやってみましょう。それでは天使を呼んでみます。ヒーリングの天使ミカエルでもいいですし、ラファエルっていう天使がヒーリング上手なので、ラファエルにしましょうかね今日は。じゃあ、大天使ラファエル来てくださいってお願いしましょう。大天使ラファエル来てください。で、呼ぶと来ますので、そのまま、自分自身のヒーリングをお願いしますってお願いしましょう。私は頭すっきりする、ヒーリングを、今すぐにお願いします。で、そのヒーリングのエネルギーを感じていきます。こう感じながらですね、別に感じなくてもいいと思うんですけど、すぐやってくれますので、はい、もうすっきりしましたね。早いですね。この
この速さですね。何秒ぐらいだったのかな今。10秒ぐらいでやっちゃいましたね。うん、ラファエルの動きが今あってちょっと暗くなってきちゃったけど、はい、もうこんな感じで、ラファエルのおかげで今すっきりした感じですね。できましたがね、うん、だからなんかちょっと不調があったりとか、例えば歯が痛いとかそういうのもいいと思うし、お腹痛いとかね、うん、最近ちょっとお腹が私もなんていうのかな、消化があんま良くない感じするので、じゃあお腹のヒーリングをお願いしてもらいたいと思いますので、またですね、で皆さんどっかね、やってもらえる、肩こりがひどいみたいな方は肩をちょっとヒーリングしてくださいっていうのもいいと思いますので、大天使ラファエルに、肩のヒーリングをお願いしますってお願いしましょう。でヒーリングでどうなりたいかっていうところまで意図してあげた方がいいと思うので、私はお腹すっきりしたいですね。お腹すっきりするヒーリングをお願いしますってお願いします。でちょっとそのヒーリングのエネルギーを感じていきます。結構不調が強い方は時間かかるかもしれないですけれども、ちょっとチラッとしたものだと早いと思いますね。もうなんかお腹がぐるぐる言い出してきたお腹がぐるぐる動き出してきたっていう感じで、はい、もうこれで今もうそのままやってくれますので、こんな感じでヒーリングやっていただくといいと思いますね。簡単じゃないですかね。だからこう自分自身で全部ね、薬に頼ったりとか、自分でマッサージしたりとかね、どっかマッサージ行くとかもいいんだけど、この高次元の力借りて自分の不調をね治してもらうっていうのもすごくいいと思います。体疲れてる方はね、体に対して疲労を取ってもらうヒーリングお願いしますとかっていうのもいいと思いますね。あとはこんにちは。それで片言のこんにちはだったねこんにちは。で寝てる時ですね、寝てる時にやってもらうところで、そうですね、寝てる時にね何でもやってくれると思うんですけれども、そのチャクラをね整えてくださいとかもいいかもしれないね。あとはその高次元的なつながりを強くする、調整を夜お願いしますとかでもいいと思いますし、今ちょっとお願いしてみようか。寝る前だとして、まあ寝る前じゃなくてもいいと思うんですけれども、なんか多分高次元の存在って私たちがあんま思考を動かさない方が動きやすいところもあると思いますので、こういった調整は寝る時がいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ今、じゃあ高次元とのつながりを強くする、調整をお願いしますって今やってもらいましょうか。はい、ここに関してはどの天使がいいか、その調整に合った天使来てくださいっていうのもいいと思いますね。ミカエルとかね、ラファエルとかそういった天使もいいと思うんですけども、その自分自身の今調整に合った天使を呼んでもいいと思います。その調整に合った天使来てくださいってお願いして、この天使に、自分自身の高次元とのつながりを強くする調整をお願いしますってお願いしましょう。あ、びっくりした、ライトついたねいきなりピカってなったね。はい、どうですか。あ、いいですね。今のこういうのもなんかお知らせ的なのもあるんだろうね。はい、でこのまま感じててもいいし、感じないでなんか動いててもいいと思いますし、寝るときにお願いして寝てもいいと思いますので、こういう感じで夜すごくうまく使っていくといいと思うんですね。で私たち動いてるときにもちろん天使使うのもいいと思いますけれども、ね、寝るときに自分自身のここスピリチュアルな能力をもっと開花するヒーリングをお願いしますとか、調整をお願いしますとか、いろいろあるじゃないですか。自分自身がこうなりたいなみたいな感じとか、願望がどんどん叶う調整をお願いしますとかでもいいと思うし、ブロック解除とかもいいと思いますね。ブロック解除、必要なブロック解除をお願いしますとか、インナーチャイルドのヒーリングをお願いしますとか、そういうのもいいと思います。で一つ一つね、自分自身がやろうとするのもね、やり方としてはいいんですけれども、もう寝てる時を使ってどんどんねこのようにやっていただくのもいいと思いますね。だからヒーリングとかこうブロック解除もできますね。あとはインナーチャイルドの癒しも寝てる時にやってもらえばいいし、で高次元とのつながりを強くするものも寝てる時にやってもらえばいいし、まあ別に寝てる時じゃなくても意図してやっとくと、高次元の存在もね動きやすいと思いますのでね、楽しいですよね。そうすると本当に私たち
か、より良くなっていくために天使が存在してて、で天使以外の存在も自分に関わりのある存在がサポートが入ってきますので、自分の関わりのある存在も一緒にサポートお願いしますっていう風に意図すると、より宇宙人もね入ってきたりして、調整に入ったりするから、その時に天使と共にね自分の関わりのある存在っていう風に意図しておけば、宇宙人とか、また高次元のねいろんな存在が入りやすいと思うし、安全につながれていくと思いますので、このようにやっていただくといいんじゃないかと思います。ぜひやってみてくださいね。あとなんか試したこととかもしやりましたら、ここの概要欄コメント欄にねぜひ書いていただけると嬉しいです。今日は、天使にヒーリングしてもらったり、ブロック解除、あとはね寝てる時に、調整してもらう方法を、お伝えしました。ぜひ活用してみてくださいね。で、もう一回お知らせなんですけれども、明日のですね11月13日7時から10万人の記念 の, 本当に多くのゲストの方がですね、もう全員集合、宇宙ファミリー全員集合みたいな、全員集合ですねっていうすごい豪華な会になりますので、ぜひ皆さん楽しみに参加していただけたら嬉しいです。ではでは。